Thank you.
こんばんは、サザンクロスです。じゃあ次の曲はクールダウンという曲をやります。Yeah.
出演されまして、一組目さっきおばちゃんって言いましたよね両名酒飲んでる人です私ね両名酒飲んでそう低血圧の両名酒飲んでる人ですね、で一番組目の一番組目というか一組目のね、アコースティックユニットさんはなんかコード間違えちゃったりとかいろいろトラブルがあって、でストリパさんの時はなんかギターの音が出なくなっちゃったりしていろんなちょっとトラブルがある、ね、回なのかなと思って、でちょっと便乗したんですね、うちのバンドもギターが遅刻するっていう遅刻せんかったね、ギリギリでした、はい、すごいギリギリでした、本当ストリッパーさんの最後のあと2曲ぐらいの、ね、時に結構ついたよね、本当に、本当です、もう無理かと思ってました中井雄大さん、実はね、廿日市 FM でパーソナリティーしていまして、その時間だったんですよね、6時からでしたっけ、はい、毎週土曜日各週土曜日のね、やってるらしいです、中井雄大さんから、それで今日は何を喋ってきたんですか今日はね、ちょっと2番目だ、今日はそのラジオ局が遅いんじゃん、今度始まるんだ、夢タウン、明日から夢タウン、来週あそこを移転したんで、でその記念ということでパーソナリティーズ参加のスニーカーを頑張ってます、でかい夢タウンができるんですよね、廿日市にね、じゃあ他の人は後でもう一回説明紹介していくってこと、だって目立つんだもんなんだなんで V だし V でしょ、どうやって置くんですかそれ、置かない置けない、でなんかこのね、これわかります、これなんかちょっとエッチな感じなんか今日大人しかいないから大丈夫結婚しない結婚しないそうなんだ僕の雰囲気が一番萌えちゃったんですよ、私らはね、そんなにね、まだ結成してそんなに経ってないからそんなに曲数ないんですけど、で次の曲をいきます、ね、センチュリートイズという曲で、
じゃああれだね。すごいやりました。じゃあそろそろ。じゃあそろそろ誰か紹介しよう。あのパールっていうバンドはご存知でしょうか。紹介します。さっきから歌ってますよね。ご存知でしたら、ご存知あんまりないけど、ご存知でしたら、のなんかね、メンバーの名前のね、間になんか入れてるんですね。例えば、あのボーカルだったら田村翔太直美とか、こんな感じです。まあ、私はマイキーと申します。なんで、まあ、まあいいかなと思って、なんでそして、ちょっとみんなにもちょっとつけちゃおうと思ってからさ、でここの、あのギターのこの人とあのこのキーボードのこの人は同じ中村さんっていうんですね。だからあの中村さんっていうと2人で入っていくから、やっぱりなんかつけないとっていうことで、とりあえずこっちはね、中村ストロング強しって言います。小さいけど、いいでしょ、ストロング、ね、強そう、まあ、強いって言ってるんだけどで、彼は中村トゥルース誠。これね、まだ許可もらってないです、本人からそう言えば、いいのかな、いいかな、あ、呼びたいように、あ、呼びます、うん、トゥルース勝った、OK 出て、なんかここでね、ダダこねられたらどうしようかなと思ったんですけどねで、なんだ、あのちょっと、あのちょっと、ストリッパーさん、あの紹介してあげてくれる、あの名付けたでしょ、この間忘れたんだって。じゃあ私覚えてるから、じゃあ私が言いますアフロペッタローリらしいです、なんかよくわかんないけど、あの酔った勢いでこのベースの人がつけたんですけど、アフロペッタローリちょっとなんか一番怒られる。でね、今日はあの彼あのギリギリで滑り込んだ彼ですけど、中湯ランディ大作、違う、なんか違うな、ランディよね、これ昔から言ってます、ランディ。ランディですね。
そうそうそう、みんな出て、みんな出てたんだけど、みんな出てたからみんなサザンクロスでもいいような気がするんですけど、なんか言っちゃったもん勝ちっていう感じで、ね、そう、もともとはルーツっていうバンドを名にしてたんですよ。ですけどね、いるんです、いっぱい、なんかいるの。ルーツ多いでしょうね。ルーツ多いからやめたんですよ、うん、さっぱりやめてサザンクロスにしました。なかなか痛いよね、これはね。そう、長くなりました。それで次の曲に行きます。次の曲はあのパール知ってる人なら結構みんな知ってます。あの一番有名な、何でしょう。すげえのに、すげえのに、何でしょう、何でしょう。OK、いきます。ワンステップ
ね、そんな感じです。そんな感じで私たちのお持ち曲はこれで次の曲で最後になります。今日すいませんね、本当ね、時間ずらしてもらって。本当はストリッパーさんが鳥なんですね、そうでしょ、やっぱりそうですなんですけどね、順番変わってもらっちゃったんです、ちょっと遅くなるからってことで、もうそういうことですねえ、すいません、すいませんバンドみたいなでもなんかちょっと楽しかった、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。じゃあ最後そんな顔するんですか決めて。